どこが魅力だと改めて聞かれるとどうも何とも答えようがないですね。とにかくなんとなしに好きだというか、そういう感じでしてね。こう答える菊原さんも全くの根っからの飛行機野郎。神戸市新明和工業の港南工場で自分が生み出した PS-1 を目を細めて見ている。水蒸気あるいは飛行艇ですね、これは飛行機ができ始めた頃から陸上機と並んでずっと作られてるわけですね。それで私水蒸気あるいは飛行艇を指導してやってきたっていうのは、まあなんとなしにその方が好きだからなんですね。まあもともと海が好きということもあると思うんですがね。それでこの会社へ入って、菊原さんは飛行艇作りでは世界の第一人者といえる人。その思い出は飛行艇の歴史そのものといえる。かつてサイパン島など南洋群島との連絡に活躍した97式飛行艇。1940年に完成した川西錦大艇は戦前の飛行機の中でも最大の傑作といわれるもの。最高時速470キロ、航続距離7000キロ、最盛時は数百台の錦大艇が南方の海を島から島へと飛び交っていた。今その一台がアメリカの航空博物館に大事に保存されている。戦後昭和27年、空が再び日本人の手に戻った時、この会社の飛行機野郎どもはアメリカから買い入れた飛行艇を改装、動く実験室としたのだ。そして昭和43年 PS-1 の1号機が生まれたのだ。テスト飛行当時のフィルムでその優れた性能を見てみよう。エンジンを吹かしてからおよそ10秒、あっという間に離水する。そして見事なランディング。搭乗員はほとんどショックを受けず、いつ着水したのかも気づかないほどだという。エンジンや機体は離着水の時水しぶきをかぶることもなく、昔から飛行艇の難点と言われた波よけの素晴らしさは脅威の的。操縦性もよく、水上での旋回能力も優れている。左右両翼のエンジンを逆回させて回れば、主翼の長さ1杯の直径ぐらいの円を描いて器用に回ることができる。その秘密は PS-1 で初めて設計されたこの波よけ装置。その装置のおかげで3メートル以上、4メートルもの大波の中にも離着水が可能となった。そして短距離での離着水を可能としたのは、主翼や尾翼につけた圧搾空気の吹き出し装置と大きなフラップ。機内に1台のジェットエンジンを置き、圧搾空気を送り出し浮力を増すことに成功したのだ。公転時のテストはさらに壮観である。機体はすでに海中に没するかのように見えるが、 PS-1 は何の苦もなく離水していく。